線の内側に放っておく。ごめんね先輩、お日様苦手なのに買い出し手伝ってもらって。いつも暇そうですよって言葉はカティの優しいハートにインクルードしておきますね。はえ、気のせいでしょうか。さっきからあの男の人がこっちを見てますよ。フレンドじゃないですよね。もしかしてまがいもの。ん？ああ、すまない。特に君たちに用事があるわけじゃないんだ。街を見ていたんだよ。サイトシーイングですか？そうだね、観光みたいなものだ。この街では私は異邦人同然だから。不思議な街だな、ここは。誰もがどこかに急いでる。見えない何かに背中を押されてるようにね。この街の何がこんなに人を引きつけるんだろうね。この街からは楽しいワクワクがたくさん生まれてくるんですよ。そのワクワクをみんなで共有してさらにエンジョイングできるんです。世界も注目ですよ。居心地がいい場所ということなのかな。しかし君たち二人は何か他の人間とは違うな。変わっているね。実に面白いよ。ああすまない、つい引き止めてしまった。それでは失礼するよ。何でしょう、先輩だけならともかく私まで変わってるって言われましたけど、いかにもいかにもな謎な雰囲気の人でしたね。よくあるパターンなら、さっきの人が事件に関する手がかりを持ってるはずって感じなのですが、そんな妄想はポイーで。遅くなるとマスターがお怒りモードに入るので早く帰りましょう。やった。うん、おお。え？ただいま戻りました。おお、帰ったか。ご苦労さん。連続で悪いんだが、臨時パトロールに行ってもらえるか。結構な数のまがいものを退治してるけど悪化する一方なのよね。被害者のニュースは減ってない、むしろ増加傾向。やっぱ俺たちだけじゃやれることは限界あんのかな。だからといって警察に助けを求めるわけにもいかないよ。だよな、真っ先に参考人としてこいつが連れて行かれちまうもんな。真のヒーローってやつは国家権力には頼らねえのがセオリーだ。地道にコツコツやれることをやっていこうぜ。で、臨時パトロールの編成はどうしよっか。分かった、行きましょう。じゃあ僕たちは駅前を見回るよ。君たちはジャンク通りの方を頼む。気をつけて行ってきてくださいね。
ミッション。はあ。電車が参ります。
Thank you.